なるお。はい、なるおです。ですね、ちょっと今日は、YouTube 見てたら、なんかとんでもないニュースがね、出てきたんで、ちょっと取り上げようと思うんですけども、自分もね、動画で何回か見たことあるんですけど、セクシー系 YouTuber でね、有名な、広瀬優さんってね、いう、可愛い女性の、ね、YouTuber さんいるんですけども、まあね、すごい動画見てもらえばわかると思うんですけども、すごいね、ミニスカートみたいなのを履いてストレッチやったりとか、かなりね、男の人がね、視線を釘付けにするような感じの、まあ、すごいセクシー系な YouTuber の方なんですけども、その方がね、なんかね、FC2 の、アダルトライブ、ライブアダルト、なんかそのアダルトライブ配信みたいなのをやってたみたいなんですね。前から3年くらい前から、それでなんかそのライブ配信が結構過激で、まあなんかそれがきっかけで、まあ今回警察の方にちょっと逮捕されましたみたいな感じでなったんですけども、まあ、なんでしょうね。一応、アダルトサイトだから、まあ、コンテンツ的にアダルト的な内容は別に問題ないのかな、っていうふうにはちょっと思ってたんですけども、ちょっとね、FC2 の方ではすでにその動画消されてるんですよ。で、自分いろいろ調べました。そしたらね、とあるね、アダルトサイトの方に、ちょっと、転載されている形で、広瀬優さんの、まあ、動画が、まあ、残ってたんですね。はい。ね、それで自分ね、天津をね、ちょっとね、キンキンにしながらちょっと見させていただきましたけども、まあ、ライブ配信で、モザイクなしで、オナニーやっちゃいかんでしょ。いやー、びっくりしましたね。はい。まあ、しっかり見させていただきましたけど、結構いろいろ動画上げてるんですね。なんでね、いろんな人がね、多分もうすでにもう YouTube だったりとか、まあブログとかでいろいろ書いてますので、はい、まあいろいろね、批判するこう、ね、声もあるんですけど、自分的にはそこまで批判とか、非難するような、あれはなかったんですけどね、まあ、しっかり楽しませていただいたということもあるんですけども、まあなんでしょうね。ただいや、コンテンツ的にね、まあ、アダルトコンテンツなんて、そのアダルト配信専用のね、もうそういったところでやってるんだって別にいいですけど、ただ、やってる内容が過激すぎたってことですよね。はい。まあ、そこの中でちょっとルールがね、守れなかったっていうことで、まあ、今回、逮捕になったんでしょうけども、まあ、そのライブ、アダルトライブ配信かな、それでだいたいその投げ銭みたいな感じがあるんですよね。それでなんかだいたい3年間くらい7000万くらい稼いだみたいなことやってて、それでね、やっぱりアダルトサイトの方にも転載されてて、その FC2 のその話題になった動画だけじゃなくて、いろいろな動画もアップされてたんで、多分広告収入とかそういった方でもちょっとやってたのかなっていうのを考えてますけども、まあね、普通のね、通常のね、YouTube とか、まあ、自分でサイト作ってね、広告書にやるアフィリエイトってやり方はありますけども、通常のアフィリエイトとアダルトアフィリエイトでは、まあ、単価も、あれなんですよね、まあ、収益スピードも明らかにアダルトアフィリエイトの方が早いんですよ。ただ、リスクもあるんで、アダルトアフィリエイトの場合は。普通にね、自分ブログやるとき X サーバー使ってますけども、X サーバーでアダルトコンテンツなんかやろうもんなら、本当に速攻で契約解除になっちゃいますから、そういったものがあるんで、使えるサーバーも限定されてくるっていうのもありますし、まあ、結構ね、そのアダルトサイトをやるっていうのも結構メリット以上にデメリットもかなり多いんで、自分はちょっとそういった面もあってやってませんけど、まあ、お金にはなるのは確かですけどね。まあ、そういった形で多分、ほら、多分、広瀬 YouTube っていうね、そのチャンネルも31万人いますけども、31万人いれば、もう結構なね、金額稼いでると思うんですよ、YouTube で。稼いでいればの話ですよ。ただ、広瀬さんの場合って、コンテンツがどうしてもセクシー系、エロ系なんですよね。だから、どちらかっていうと、その Google 様が一番嫌ってるコンテンツなんですよ。アダルトに近い感じのコンテンツなんで、もしかすると、収益化から外されてる可能性あるんですよね。広瀬さんのチャンネルって、31万人チャンネル登録されますけど。
だから、レペゼン地球さんみたく、広告販内で、本当にその広告として集客するだけのために使ってるっていうようなやり方で、こっちのアダルトサイトとかの方に持ってったりとか、そういう形の誘導で使ってるのかなというふうに思ってますけども、ちょっとね、自分もあまりその広瀬さんに対してそこまで詳しくないんであれですけど、ただその収益モデル的に考えると、多分、チャンネルのコンテンツでは多分、YouTube から収益が発されるんじゃないかなというふうに思ってたんですけど。まあ、だからその、ほら、ライブ配信で何千人で、ほら、3年間で7000万っていうのも、あ、そういうことなのかな、というふうにちょっと思ってたんですけども。ね、まあ、一応自分的には、まあ、ちょっとやりすぎたんだから、そこは仕方がないのかな、っていうふうに、今回の対抗の結果思いますけども。あと、なんだろうな、まあ、復帰した後ですね、そこ、まあ、多分、世間で受け入れるか受け入れないかっていう部分があるんでしょうけど、まあ、自分的にはもう、ここまで悪いことしてるってわけでもないですし、まあ言ってしまえばね、一部のね、男性のね、非常に喜ばせるっていう、まあ自分はもうごちそうさまでしたっていう感じですけども、ですね、多分 AV 業界とかのデビューとかあるんじゃないですか。だから小向美奈子さんみたいな感じで、釈放された後とか、ねえ、ライブ配信って公然とね、モザイクなしで女にするような人ですから、まあ、アダルト業界で私はすごい、需要があるんじゃないのかなというふうに思います。顔も可愛い顔ですからね。ということなんでね、まあ、もしね、YouTube 戻ってこれない時は AV 協会自分は期待しておりますので、何言ってんだって話ですけど、とりあえずね、今回の件については、俺、ブログの方も書いてますね。ブログの方に、今回、なんでしょう、そのブログの方に、FC2 のその配信した動画が転載されているそのサイトの URL とか全部載せてるんですよ、俺。リンク貼ってるんで、自分のブログをご覧いただければ、広瀬優さんの、逮捕の原因となった動画が まだ残ってるので、消される前に見たい人は見た方がいいと思います。ということで、まあ、概要欄に自分のブログ貼ってますんで、ぜひご覧ください。まあ、下ネタ苦手な方はちょっとご遠慮いただければと思いますけども。ということでね、今回は、まあ、広瀬優さん、まあ、ライブ配信で、まあ、公然とオナニーしちゃって逮捕されちゃったという、お話でした。